い、西野です。みー、ナダルです。さあ、始まりました、エロチキチャンネル。さあ、今回は、はい、昔のスケジュールを見てみよう。昔のスケジュール、はい、スケジュールって何なのそれ。仕事とか、まあ、別にプライベートのこととかも、うん、多分今ってさ、マネージャーからスケジュールバーンって送られてくるやんか、うん、で、あ、明日はこういう仕事かとかあるけど、6年前、7年前、もっと前か、8年前とかって、いや、俺スケジュール帳も書いてないっすわ、それ。だから携帯のスケジュール表に携帯ね、はい、残ってるんじゃないかという。なるほど、なるほど。携帯のスケジュール、ちなみに携帯にはメモってました。どうやろ、俺スケジュール帳みたいなのに書いてた気もするけど、携帯のメモってたんかな。ちょっと見てみようか。僕も正直見たらメモってるんですよ、うん、なるほど。はい、メモってて、でも自分でもなんでこんなことメモってるんかが分からへんっていう感じなんですけど、うん、あ、すごいわ。何年の、あったわ、2014年。はい、2014年の3月14からちょこちょこつけてます。おお、なんでホワイトデーから何があった、何なんか知らんけど、2014年。それまで俺多分 Android 使ったから。なるほど。で、iPhone に変えてってことじゃんかな。7年前。7年前、すごいね。すごい。僕がね、2013年2月。え、2013の ?2013 2月13日。1年目よ、コンビ結成。1年目やな。1年目の時から、あります。ちょっと俺も見てみよう、これ。じゃあこれどうする？2012、2013年目やね、俺は結成。じゃあ時系列的に俺からいく。いいよ。2013年2月13日15時から、うん、きらめきジュニア撮影。おお、初めて劇場メンバーに入って初めて撮影。宣材写真とかな。そうやねん、確か宣材写真を撮れるって。結成1年目できらめきジュニアとか入ってたから。入ってたんやな、ほんま。うん、だって2013年2月13日めっちゃすごいやん結成1年目やな、にきらめきジュニア撮影。なるほど。撮影が入ったもんやから、この日からスケジュール入れてかメモしだしてます。俺は多分 iPhone に変えた時ぐらいかな、うん、俺の一番古いの。じゃあいきます。はい、2010年3月14日、うん、ファミマズ吉本入り懐かしいファミマの店舗のほんまに畳1畳分ぐらいのスペースに乗っかってネタするんですよね、うん、あったわ。で、お客さんも僕らのこと知らんし、で、僕らも別にそのネタ強いわけじゃないから、うん、うるさい奴らがバーって急に喋り出して、お客さんが、なんしやあれ、あったな懐かしい。なんか、誰かと誰かの時、ゼロ人の時なかった、うん、七曲さんと七曲さんや七曲さんと末広がりさんそうや、今思ったら地獄編とかって大人気やのに、七曲さんと末広がりさんがファミマーズ吉本でやってる時、客ゼロ人やったよそうや、確か。いや、すごいよ、懐かしい。無料ライブなんですけどね、これも。ほんなさ、ちょっとこれ自分で見んのもあれやからさ、うん、お互いちょっとスケジュールをさ交換してみる。なるほどね。ちょっと自分でも分からへんやつあんねんけど、うん、それはもう俺はこの黒点説明するっていうことね。黒点みたいに自分で書いてあるよ、はい、お前すごいのあるやん。2013年2月18日、はい、2月18日っていうのが僕の妹の誕生日なんですけども、はい、すごいのあります、これ、うん、7ヶ月記念日記念日、うん、あ、奥さんとのね、うん、今の奥さんとまだ付き合って7ヶ月経ってなかった。そう、付き合って7ヶ月が2013年の、そうそう、ちょうど結成した時ぐらいの付き合いだしたから、そうそうそう、ほんまにそんなもんか。10年前ぐらいですか、付き合った。うわ、7ヶ月記念日を書いてたんや。なんか18日が記念日やった。なるほど、うん、なんかちょっとね、感慨深いですけど。感慨深いんかい。ラダさん、これ何ですか。2014年3月20日、うん、3月20日、滑らない話これは見るってこと。これは多分見るやね出たことないんで。いや、スケジュールに入れんなよ何が滑らない話。見るやね。見る用の、うん、これもちょっと本日西野に聞いていい。はい、2013年、はい、3月4日、はい、奥さんの名前、はい、で、多分奥さんのお父さんね。はい、奥さんのお父さん名前で、奥さんの名前で父、はい、奥さんのお父さん、はい、カタカナでまばたき
当にこれまばたき寝んなよってことかな。いやいや、どんなスケジュール、どういうこと、どういうスケジュールかよ。まばたき、これ押して、うん、ちゃうがな。まばたきっていう番組の手見せやな。まばたきって手見せか。びっくりするわ。なんで奥さんのお父さんまばたきやん。スクショ撮っとこう。あのちょっと見パッと見分からへんねん、これスケジュール。押したら詳細出るから。なるほどなるほど、うん、ちょっと西野もやばいのあったよ。何ですか。2013年3月30日、うん、幸福の窓口。あのね、あの幸福の窓口っていうライブ覚えてない。そんなライブないです。ありました。もうやめろ。そういう集会のことをライブっていうのやめろ。日本の社長の辻さんがやってたライブや。やってたか。幸福の窓口。めちゃくちゃやばいタイトルやけど。ちょっとめっちゃ懐かしいのあるから読んでいい俺。はい、ちょっと、うん、俺も気になる。何にしろか。2015年7月、うん、キングオブコント優勝の3ヶ月前ぐらい、深夜1時から、うん、USJ 深夜1時から USJ って何これ。2015、7月、うん、あ、その時 USJ のネタできて、かまいたちさんの、うん、えほら俺らの方が早いやん。え、なんで読んではしなかったちょっと。え、かまいたちさんの UFJ と USJ 言い間違えるネタ思いついてた。え、すごっ。その時に、え、で、なんで俺に言ってくれへんかった、そんないいネタ。良すぎて怖なって。良すぎて怖なった。メモだけじゃ。じゃあかまいたちさんが M1 で披露した時どう思ったの。やってるやってる。じゃあ嘘つけや。苦しいって。なんやねんこの USJ って。いやちょっとこれ懐かしいの。じゃあ USJ 何マジで。でも分からへんもんそれ。なんなんこれ深夜1時から USJ。約束なんか USJ 行くっていうなんか約束してね、筋肉筋から飛び出す。ちょっとめっちゃ懐かしいの見つけた西野。はい。おすごい西野、はい、ちょっと連続でいい、はい、2013年6月25、はい、クロマニオンズライブ、うわー行ってたんや。懐かしい、うん、めっちゃ楽しかった。見取り図森山さんとか、いっぱいで、うん、初めてヒロトを生で見れて、おー、うん、めっちゃ楽しかったな、その4日後、4日後、6月29から7月3日までヒデさん旅行。そうや、2013年、俺ラスベガス行ってない。ラスベガス友達に借金して40万借りて、友達に40万借りてラスベガス行ったよ。そうそうそう。で、それからキングオブコントの直前やって確か。いや、あ、そうやな、うん、2011回戦のな。そうそうそう、まあうち良かったんですけど、うん、ほんで行って、で、40万売れたら返してくれって言われて、うん、で、2015年キングオブコント優勝して、うん、その時に返して、うん、思ったより早かったなって言われたんや。これダッサ、何がちっちゃい話や。いやね、懐かしいのあったよ西野。何ですか。2014年6月24、25、奥さんの名前、はい、ソナポケ。あ、奥さんがソナーポケットのライブ行く予定ね。なんで俺それをメモしてんの俺で。びっくりするんですけどね、もう1年以上スケジュール書いてません。カメラ飽きてますね。飽きた、うん、そこで、うん、なるほど。2014年4月からもう飽きてます。なくなってますスケジュール。そらポケで終わりです。なんでやねん。10月11日、うん、キングオブコントって書いてるんですけど、うん、朝7時からにしてんねやか、うん、これ覚えてる。不安すぎて、うん、ホテルで、うん、ネタ合わせしたね。朝7時からネタ合わせした。部屋来て、うん、確かやってたね。だからキングオブコントって入ってるんですけど、うん、いやすごいね。なんか感慨深いですね。感慨深い、懐かしいのいっぱいあったね。西野で感慨深い思いしたかったけども、2014年の5月で飽きてもてるから。昔のしか見ない。この10月すごいわ、うん、10月11日に優勝したんよ、2015年の、うんうん、5月の2日まで全部は仕事入ってます。やっぱこう見たら全然ちゃうな。全然ちゃうよ。へえ。西野もすごいよ。いつも西野おばあちゃんおばあちゃんって言ってるけど、スケジュールでは2013年8月26日、うん、ばあちゃん誕生日。いや別にええやん。
なんでそんな、こんなんしかないねん。お前が2014年5月で飽きてるから。あんま俺責めんな。でも止めとけ、ほんで、ね、これも、はい、はい、まあまあ、うん、ちょっと懐かしいのとかありましたけどね、もうちょいやつけてよ、俺前。じゃあ俺なんか急に言われたからさ、分からへん。だからもう俺日記はつけてるから今。ああ、うん、じゃあ今度ちょっとお前のその日記を見て振り返るっていう。日記を見てね。日記どれぐらいつけてんの？日記はね、なんか4ヶ月ぐらいで。でも毎日やから。なるほど。うん、毎日書いてるから、はいはい、手書きで。もし見せれそうやったら。はいはい。じゃあ昔のスケジュールを見てみようでしたー。